候補軍艦学校として保存されている校舎、候補海軍学校は1887年から1939年まで存在した新国及び中華民国海軍の海軍将校の養成を目的とした教育機関である。候補海軍学校は候補海校とも呼ばれ、旧名は関東海軍学校、その前身は候補水師学堂であり、公衆候補流す島内に置かれた。 本校の卒業生は中華民国海軍4、大派閥の内野越系と呼ばれている。著名な卒業生としては、丹間名武校、沈作、東朝佐知、助通る、表敬里等がいる。1887年に、両校総督、劉根一が設立し、当初は、関東水陸士学堂と呼ばれた。1893年に、候補水士学堂と改名された。 1904年、広補水雷局附属魚雷派を編入し、関東水師魚雷学堂を解消した。民国建国後、1912年関東海軍学校と、改名、初代校長に、李伝が就任した。1917年、北洋政府海軍部管轄となった。1921年になると、北伐が原因で、関東省が経費不足となり閉鎖。 1924年に孫文が候補軍校創設を加盟、候補海軍学校級校席を候補軍校に流用した。1930年、候補軍校が南京に移転すると、陳作は海軍学校再校を立案したが、南京の中央海軍部許可を得られず、資材を投じて第4艦隊登場員訓練班を設置、初級士官の補充を行った。 1932年、陳作が西南政務委員会に就任、再度再考を申請し、許可を得て候補海軍学校と改名した。1938年にシナ事変が勃発、長須島の鉱石は日本軍の爆撃により破壊され、厚生流州へ移転したが、1939年8月に閉鎖、学生は陳太を開校に編入となった。 ありがとうございます。